どうもフロントです。映ってるかな。映ってる映ってる、こんばんはですね。東京ナイトラン、夜中のね、都心をちょっと走ってます。はい、ここはですね、今秋葉原のですね、駅に向かってる最中かな。末広町というですね、銀座線の駅の、交差点から、秋葉原に向かってます。まあね、これ、まあ、土日の秋葉原はご存知の方は、いらっしゃるかと思いますが、まあ、夜になるとね、もうかなりもうシャッター街、何にもない状態になってますね。さすがにね、あのパソコンパーツとか、アニメ関係のグッズは夜中には売れないかなって思いますね。はい、秋葉原駅通過します。はい、で真正面に見えるのが肉の万世、いわゆる万世橋にある本店なのかな、ちょっと分かんなくて、すごい派手な、ビルに改装されましたね。お、なんかピンポン聞こえる。あ、反対側か。よいしょ。はい、ここが靖国通りになります。で、ここはあの都営新宿線の、小川町の駅ですね。で、スキーが好きな方とかは、おそらくここから神保町にかけてのスポーツ展開がですね、非常に楽しい場所ではないかと思うんですけど、まあ、今はね、もう完全にオフシーズンになってるんで、そんなスキー道具が運転じゃないんですけども、これがね、いつ、9月ぐらい、まだね、残暑も厳しい頃からになると、ニューモデルがね、ぎっしりね、あの並ぶようになって、でそうすると、片遅れのスキー用品とかはね、もう爆売り出しで売ったりするんで、まあ、スキーが好きな人たちはね、ここら辺をね、うろうろしてる。で、まあ、新作が好きな人は新作買いますし、旧作でもちょっとね、安く手に入れようと人たちは、まあ、こぞって買いに来るわけですよ。というスキー街だったんですが、やっぱり様子が全部変わってきちゃってね、昔あったビクトリアがなんか銀行になっちゃいましたし、はい、千代田スポーツってまだあんのかな、ね、うん、アパホテルなんかできちゃったりして、これ何があったんだっけ昔てな具合で、街もね、かなりごっそり変わってきちゃって、スキー用品店ってのはかなり減りましたね。で、こっから向こう側ね、あっちがあのお茶の水側なんで、あっち行くと今度楽器、もうギターとかね、ドラムとか好きな人たちはもうキーボードにもあったかな。一応ですね、私も元ブロガーとして、まあ、YouTube にはアップしているんですけども、まあ、ここ最近ですね、この元ブロガーというのがすごく認知されてきたというのもあって、いろんなメディアに取り上げられるようになりましたね。まあ、今度のなんか8時間耐久には、ノンアルコールライダーさんですとか、ランページモンキーさん、トラフィックシグナルさんというですね、まあ、非常にこの元ブロガー界の中ではね、もう非常に著名人というか人気のある、ね、元ブロガーさんを、ゲストライダーみたいな形でですね、招集するようなこともあって、なんか楽しいですね、こういう新しいメディアをみんなでこう盛り上げてるって感じがあって嬉しいですね。で、あとはね、元ブロガーから出身というか、元ブロガーからライターさんみたいな形になったね、まあ、バイクノローズの深夜さんですとか、まあ、普通のライダーさんなんですけども、そういうね、素人目線というか、本当の一般ユーザー目線っていうのかな、こうバイクってなかなかね、こう専門というかプロライダーからのインプレッションって専門的用語すぎちゃって、それを自分の言葉にこう咀嚼するのにね、結構時間かかったりとか、もしくはそのバイクに知見の薄い人にはね、あのフィーリングを言われても、ね、分かんないってことが結構あるんですよね。もう普通に多分ね、またがって乗ってみて、おー、これすげーとか、面白いとか、ああいう感覚かな、乗った時の感動、
それがね、やっぱり一番じゃないかなと思うんですよね。もうツーリング先のね、あの風景に一つにしたってやっぱりこう走ったことある人にしかわからないその感動の伝え方ってあると思うし、これがねまた私のリスナー目線で見た時でもですね、やっぱりこう、素人というかなんていうのかな、あの本当に同じライダーさん、本当にどっかで声かけたら会えそうなライダーさんが、こう紹介してるっていうのはね、非常に親近感もあって、見てる方も楽しいですね。こうやってね走りながら話そうと思ってても都内だとねこうしょっちゅうストップアンドゴーで止まるからやっぱりね独り言ぶつぶつ言ってるとちょっと話しにくいってのもあって話がね、まとまらないんだよね困ったもんだね。都内走ってモトブログするあのノンアルさんだとか、マットさん、あの人たちすごいよね。よく走ってる短い期間に全部話まとめられるなっていうのが、やっぱそこはすごい尊敬するところですね。まあ、東京出身のねモトブロガーさんも結構いるんですけども、やっぱりねチャンネル登録者数の多いような、モトブロガーさんはやっぱ話がうまいですね。やっぱりねモトブログやっててリスナーの立場からも見てても面白い動画っていうのは、まあ、ツーリング動画であったりだとか、レビュー動画、あとは何だろう、改造とかそういうブレスアップをしたところに使用前使用後のみたいな、そういうね自分が気になる記事ってやっぱみんなよく聞くんでしょうね、 見たりするんでしょうね。でそういったところから、アクセスが増えていったりするみたいなんですけど、いやでも最近私もねこのノートブログ始めて、1年になるわけですけども、そこでねやっぱりアクセスの伸びる動画ってなんかやってしまった動画が多いんですよね。ああ転んでしまったとかですね、絵的に面白いとかですね、ネタになる、なんかまあわからないではないですけど、それを見てても面白いんですけど、まあ、ちょっと取り留めないんですけどね、今回は深夜のね、靖国通り青梅街道というところをね、ちょっとご紹介しようかと思って動画を撮り始めたわけなんですよ。またね、近々ツーリング動画とかですね、そういった情報もやっぱり皆さんにねためになる情報をお届けしたいなと思ってまして、最大限待ってからですね皆さんにお別れしたいと思います。最大限待ちました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。